はい、皆さん毎度毎度。はい、特に今日も何もないね。シザーの開閉ね、力入れるなっていうぐらい。セニングもそうだね、あんま力入れてね、早くガン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 やるっつうのはね、狙ってやったらそんな早くガン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 できないんだけど、狙ってない人ってのは早くガン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 できるよね。10年ぐらいかな、もっとそれより前かな、初めて 10% セニング買ってね、10% セニング1丁でガン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 やってたんだよね。それってやっぱり 10% だから仕事が遅いから、もうとにかく狙うとかなんとかじゃなくて、とにかくすいて減らさなくちゃっていう感じ。若い方なんかだとにかくガンガンガンマシンガンカットだよね。なんか思い出すとそんなのやってたよね。でそれでやっぱり 20% を買ってね、すると 20% だとちょっと落ち着いてできるよね。でそれでもってやっぱりそれでも仕事が遅いから 20% を2丁持つ切削量がね増えればね、正確にね狙ってまあ切らないと失敗しやすいから、やっぱり正確に狙うようになるよね。自分もね、散々早い仕事だっつんでね、早さこそ命だと思って若い時ずっとやってきたけどね、早いのはさ狙ってないよね。狙ってなくはないよ、だけどミリ単位で狙ってないよね。大雑把に狙ってるぐらい。マシンガンでさ、そこら中バババと撃って数打ち当たるみたいな、そうちょっと違うけど、そんなような切り方だったよね。あ、カットね、切り方見ればうまいか下手かってのはバレちゃうよね。じゃあ今おっさんカットしてるけど、これうまい動きかって言われるとね、自分で自分の評価はできないけどね今回のカット内容は切らないでいいって言うんだ。あまり切らないでいい、揃えるぐらいで短くしたくないって言うんだよね。だから全体に 2,3 ミリ切ってるだけだと思う。で横スライスで揃えるぐらい切ってんだけど、横スライスだから1ミリ2ミリちょっとずつ切っていかないとカットラインが出ちゃうんだよね。カットライン出るの嫌だから、すけばいいじゃねえかとかね、毛先全部不揃いに切ればいいじゃねえかと思うかもしれないけど、こういうおばちゃんの頭ね、毛先シャギ入れたりすいたりするとね、跳ねるんだよね。でその日ちょうどよくセニング入れたりすいたりチョップカット入れてもね、ごまかせるよねその日はね。だけどこういうおばちゃんの場合はね、経年劣化、まあ1週間2週間経つと抜け毛で毛先が天然シャギ入りやすいんだよね。そうピン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 跳ねやすくなってくんだよね。まあ長さにもよるけどね、まあ、10センチぐらいの長さになるとやっぱり経年劣化で天然シャギが入りやすいね。襟足の方とかああいう硬い毛のとこはそうでもないんだけどね。まあ短く切るから、まあ、セニング入れちまってもいいんだけどね、襟足の方ね。だからセニング入れる前にね、よく流れを見てね、毛の流れを見てね、である程度ブランドで切っておけば、まあ、それほどねセニング入れないで済むかなと。まあ入れた方がいい場合もあるし、これはまあお客さんとよく話し合ってね、やっぱりセニング入れるとピン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 跳ねやすいんだよね。ツヤがなくなるよね、あの表面に。だからおばちゃんなんかやっぱりツヤ気にするから、あんまりセニング入れない方がいいかもしれないね。で若い方なんかワックスとかなんかで抑えると、ワックスつけるとやっぱりツヤが出るから、まあ特に問題がないっていうのかね。あと襟足ね、襟足の本当に上向いてるような毛とかね、もう上向いてその毛がさ邪魔するっつうの、ヘアスタイル作る上でね、もうそういうのはフェードだねだけどそのフェードでやってさ、その面積が広くちゃやっぱりダメだけど、まあ、フェードとねうまく縦切りでね薄くして、まあ、調整してねちょっとこれは説明できないけどね、部分的に言い方変えたらフェードだね。2ブロックっていうよりもフェードだよはい、お疲れ様でした。